皆さんこんにちは、平野です。なんかね、もうすぐ梅雨が始まるっていうことで、私本当にね、気分が天気に影響されやすい系の人なんで、本当にね、毎日いい天気がいいなって思うんですけど、まあ自然の摂理なのでね、これはどうしようもないですよね。で、今日話そうかなと思うことは、人間関係というか、この人何なのっていう人がについてなんですけど、なんかこういう系の動画すごいいっぱい撮ってますよね。何でもかんでも何なのって思ってる人みたいに、こうただこの動画だけを見ちゃうとね、思う人もいると思うんですが、普段穏やかです。もっとこのね、何喋ろうかなっていう時に、やっぱりこう自分にとって印象に残ったことだったりとか、それこそなんかって思ったことだったりとか、あ、こういう考えあるんだ、うわ、こういう人いるんだなっていうのを自分の中でこうピックアップして喋るので、なんか本当私がいろんなことに嫌気がさしてる人みたいな感じにちょっと映っちゃったら嫌だなとか思うんですけど、まあ話しますね。何でもかんでも干渉する人について、でこれは親子レベルとかそういう話もまああるっちゃあるんですけど、こそ親子関係だったりとかっていうのはあると思うんですけど、今日はそうじゃなくって、そこまで知らない人について、でそこまで知らない人がなんでこんなに人のことを言えんのみたいなことについてね。で私もね、本当に今までありました。私のことそこまで知らないし、そこまでというかほぼ面識もないのに、なんかこう SNS じゃないけど、いろんなことをいちいちチェックするとか、例えばそこになんか共通の人がいて、でその共通の人になんか私のことを、私こんなことしてるじゃないけどっていうのをなんかいちいち言ったりとかね、それマジわけわかんなくないですか。本当に言いたいのがマジでほっといてっていうこと で、私が何やってるかもうどうでもよくないみたいな。まあ別にね、私のいろんなものをチェックするとかいいんですよ。SNS でチェックしたりとか、それこそね、ホームページチェックしたりとか、私のねについての記事だったりとかっても出てるので、まあ、それはもうしょうがないことですね。普通に目に留まるから。なんかね、これって特殊なケースなのかもしれないんですけど、本当にね、なんか本当に驚くことに、今までね、こういうことをね、これだけじゃないんですよ、されたことがあって、でもそのされた人っていうのが、なんかまあその人はね、私の悪口を私の知らないところで別のその共通の人に言ってたっていう、で私が何してるかを逐一チェックするっていう、もう本当に暇なのみたいな、マジで自分の人生生きなみたいな感じの人だったんですけど、もうね、みんな共通してめっちゃ似てるんですよ。本当になんか生き方も似てる、てかもうなんか見た目も似てるかもみたいな感じの本当のレベル。本当にこれびっくりしますよね、マジで。見た目まで似るんかいみたいな。でね、性格も一緒ではないけど、なんか生き方似たような生き方してるなっつーか、暇かよみたいなね、感じで思います。いつもマジでそんなに他人のこと知りたいのみたいな。てか自分の人生生きてっていうのが、前も言ったんですけど、めちゃめちゃ思うことですね。人のことをわざわざ知りたい、そんなにっていう。でそんなに知っていちいち指摘したいっていう、なんか本当に思うんですけど、私は私の道を行くわけで、でその人たちには別に迷惑をかけてるつもりはないんですよね。だってそこまでそもそも知らないし、協力もしてもらってないし、知り合いでも友達でも何でもないんだから、そんな頼むわけないじゃないですか。でそういう人に限ってなんかいろいろ言ってくるんですよ。で本当の協力者ってこう何かなってすごい考えた時に、私が本当にそれこそ一歩を踏み出そうとした時に、それを肯定してくれる人、そして応援してくれる人、そして本当に辛い時だったりとか何かあった時にかけてこう欲しい言葉っていうのをかけてくれる人、それも同じ目線でかけてくれる人ですよね。たまにいるんですよね、それ何目線で言ってんのみたいな、何の目線っていうね、お前は私の何みたいな感じで、なんか言う人、諭すじゃないけど、言い方が多分それってただ下手くそなんですよね。でもそれってマジやめた方がいい言い方だなって思う人も いるんですが、そこにね、デモとかだってとか否定的な言葉じゃなくて、あ、そうだよねってただ聞いてくれるだけでもそれでもいいんですよ。そこで、いやでもそれ自分で決めたことなんだからさ、頑張らなきゃじゃんとかって言われても、分かってっからそんなのみたいな、じゃあどれだけどんだけその責任を持って頑張んなきゃいけないのみたいな話、もうそういうのも全部そのレベルじゃねえからみたいな人もいるんですけど、で本当にね、そうやって協力してる人ってつべこべ言わないし、本当に助けが必要な時に普通に差し伸べてくれるんですよ。あ、いいよ全然みたいな、本
当にこう気軽にというか手軽にというかスッて差し伸べてくれる。その気持ちだったりとか行動に何かね特別に言ってもらうとかではないんですよ。にもう本当にものすごく救われるっていうのがあるんですよね。でそこでねつべこべ言う人だったりとか、人のことを言わないとねこう自分のことをこう人の悪口を言って自分が大丈夫だとかって思いたいのか知らないですけど、ね、そういう人たちって本当にね足引っ張ってくるんですよね。なんか協力してくれるとかならまあ別にいいんですけど、あとは本当に超余計なお世話とかね、それってただのおせっかいだからみたいな、頼んでねえしみたいなことも、そういう人はあったりする。なんか他者共感性というかそういうのが欠けてるのか、自分自身に自信がないのか、自己承認欲求が強いのか、それかコンプレックスがめっちゃあるとかね、わかんないですけど、もう自分自身で楽しく生きればいいじゃんみたいな、私が何をやってるとかこんなことしてるかとか、なんか陰で私のことを悪く言うとかジャッジするとか、もうやめてって思うんですよね。てかね、そこまでね、私の人生のキャンバスは私が美しく描くものであって、あなたはあなたのキャンバスがあるから、そこにあなたの絵を描いて、人のところに勝手に汚い色で描かないでってめっちゃ思いますね。何なんでしょうね、そういう人って。だって得ないじゃないですか。ただ他人のことを見張って自分の人生生きないで、他人のことを見張って他人のことばっかり気にして、で他人のそこでね、なんか口出ししたり悪口言ったりとか、それどうなのって否定したりとか、もうそういうの一番キモいと思いますね。そもそもお前私のなんなんみたいな、まあ、私の友達とかね彼氏とかまだ合区法を譲って分かりますよ。でも私の友達も彼氏もそういうことやる人一人もいないんで、全然いないんでそういうことやる人。なので本当に何様っていうのと誰っていうことと、外野の声ってマジ無視していいなって思います。最終的に信じるのは自分自身かなと思います。でもねそれには絶対的にこうねしっかりと自分自身で高い意識というかそういったものを保っていなきゃいけないっていうのも、あるのかなと思いますが、基本的にそういうマジで邪魔してくるような、なんか本当に足を引っ張るような人の話とか、なんかいろんな変な意見とか、自分がね普通にテンション下がるな、何か頑張りたいのになんかこうやって言われたから気持ちが良くなくなったなとかって思うんだったら、もうパン切っちゃいましょうってことで、うん、だし、まあ、その人たち誰って感じですよね。本当に私の場合はマジ誰って感じなんで、なので無視でいきたいと思います。終わり。